それでは第2試合を開始します。なんかおめえいつも怒ってんな。なんでだ。自分の胸さ聞いてみれ。い両選手の入場です。第2試合は前大会で惜しくも優勝を逃した孫悟空選手と、女性でありながら堂々と予選を勝ち抜いた匿名希望選手です。匿名希望選手は訳あって本名を明かせないそうなので、こう呼ばせていただくことにしました。どうもわかんねえな。おめえオラのこと誰かと間違えてねえか。間違えてねえ。おめえ孫悟空だろ。そうだけんどオラおめえのことを知らねえんだよな。むかー、まだ言うだか。始めますよ。よろしいですね。それでは第2試合始めてください。なあ、オラおめえに会ったことあった。ある。ほんとか。いつ。ほら見れ、何もかも忘れちまってっから。オラ腹閉じてるだよ。乙女心も知らねえでよ。約束も忘れちまってだか。約束。約束とオラが。おめえとなんて約束したんだ。オラのことお嫁にもらってくれるって。お嫁。ん、今頃やっと思い出したようだべ。クリリン、お嫁ってなんだ、教えてくれ。バカ野郎、お嫁にもらうってのは結婚するってことだよ。夫婦になってずっと一緒に暮らすんだぞ。悟空、それ知ってて約束したのか。一緒に暮らす。おめえとかおらそんな約束したか。一体誰なんだ。頼むから教えてくれ。はっ、しょうがねえ、おらに勝ったら教えてやるだよ。ほんとか。いがた、おら名前も知らねえやつとずっと一緒に暮らさなきゃなんねえのかと思っちゃったよ。へっ、もう勝った気でいるだか。じゃ、行くかな。覚悟しろよ。やれるもんならやってみるだよ。ふん、はあ、おいけねえ、やりすぎちまったかな。場外。孫悟空選手の勝ちです。今のは一体な、何もしていないのに。何もしとらんことはないぞよ。悟空は凄まじい勢いで拳を繰り出したはずじゃ。その時に生じた衝撃波のようなもので、あの子は避ける間もなく吹き飛んだ。おい、しっかりしろ。大丈夫か。さすがだべ、やっぱオラが旦那にと決めた男だけあるだよ。なあ、教えてくれ、おめえ誰なんだ。まだわかんねえだか。オラ、牛魔王の娘の父だよ。父。もう、そうか。父を嫁に。オラたちもうちょっと大きくなったら嫁にもらいに来てくれな。ん？何くれるって。やだ、わかってるくせに。なんかようわからんけど、くれるもんならもらいに来っぞ。はあ、思い出したぞ。いた、オラ確かに嫁もらいに来るって言った。やっ思い出しただか。そっか、オラ嫁って食い物のことだとばっか思ってたのに。ま、いっか、
約束しちゃったもんな。じゃ、結婚すっか。んだ？おっと、なんとなんと、孫選手、結婚してしまいました。くっつくなって、歩きにくいじゃねえか。夫婦ってこういうもんだべさ。なんとあの悟空が結婚してしまった。唖然とする仲間たちをよそに、天下一武道会は大盛り上がりで進行していく。第三試合に登場したのはクリリン。彼と対戦したのはピッコロ大魔王の生まれ変わりであるマジュニアであった。ザコメ、鍛え抜かれた技を持ってクリリンはマジュニア相手に善戦するが、マジュニアの技量はさらに上を行っており、反撃を受けたクリリンは敗退してしまう。ダメだ、参った。そして続く第4試合、登場したのはヤムチャと、まるで素人のような見た目のシェンであった。ははっ、どうもどうも。あっさりと勝負が決すると思われたが、シェンは隠された実力を発揮し、ヤムチャは後手に回る。シェンがヤムチャを上回るのは当然であった。なぜなら彼の正体は神様だったのである。シェン選手、シェンそうか、やっぱあのちゃん神様だ。神様の圧倒的な武に対し、ヤムチャは持てる力を振り絞るも力及ばず、あえなく敗退。そうしてここに準決勝を戦う4人が出揃った。悟空、天津飯、マジュニア、シェン、天下一の座につくのは果たして。